NHK をぶっ壊す速塾のでございますえす、ー、参院選が始まりまして公示、えー、ということになりましてねそれぞれの党首のこういった演説を聞くことができますというところで、えー、やっぱりね立花隆さんのこの演説を聞いてみようかなと思ったんですけども現在アップロードされて11時間経ちました再生回数が4万回近いですねそしていいねが2000回以上ついております昼返って 我らが岸田総理いかがでしょうか同じ11時間経って、いい意味は15というね。で、再生回数783。これは一体何でしょうかしっかりしてほしいもんですね。やっぱりね、テレビの世界で有名なのと、ネットの世界で人気があるのとは、真反対だってことがわかりますね。えー、そして、えー、今回の参院選は、ネットを見ている人が何らかの動機づいて、何らかの動機でですね、選挙に行く可能性が非常に高い。ということは、 岸田総理、どうなんですかね誰が参院選で勝利を得るんですかねまあ、与党は変わらないにしても何かが変わり始める、そんな気がします。え、それでは NHK をぶっ壊す。